よし、大体できたかな。おはようございます、クラゴンでございます。つくばアメレンのコース設定特書でございます。まあまあかにゃん、エアコン切ってるね。よし、これ定常円ね。はい、定常定常定常。スキル音高く、できればアクセルも一定。ただアクセルはちょっとコントロールしてますね。路面が一定じゃないんでね、完全に一定にならないんですが、で最短かつ最速をいい感じにいきましょうと。でアクセル踏むと円が大きくなっていく、戻すと小さくなると、まあ、これを使うんですよね、まあ、今のはさりげんに超うまいんですけどね超難しいんですが、だしロールもなかなかいいですね、やっぱロードスターね。こういう感じね、これ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 、この感じね。でこの時スキル音っていうのはだいぶ限界を探る手助けというか目安になりますよね。で遊んでる場合じゃねえんだ、コースチェックしないと。お、いいでしょう、いいでしょう。ちょっと角度変えたいけど、まあいいや、おおむね OK だ。こっち側がどうかですね。いいかな、こういう感じ。ちょっと速いかな。まあでもアメレンだとあの定常円で速度が下がるからこれぐらいでもいいのか。いや楽しいなこれこの用がいいですよね。これあの60タイヤのヨレもだいぶ来てますよね。それでだいぶ挙動が出てるから、インチアップするとしっかりするっていう感じは出るんだけど、挙動出なくなっちゃうんですよね。で出るときにはスパッと抜けると、今みたいな動いてるけど抜けてないっていう、グリップが抜けてないっていう挙動ってなかなか出ないんですよね。今の車はね出にくい、それがすごいゆっくりでしょ。だこれがね、まあ、60タイヤとは言えないですけど、インチアップするとね、この、まあ、グリップ、完全グリップと滑るところの間がなくなっちゃうんですよね。スパッと逃げちゃうんですよね、抜けちゃうんですよね。やっぱりね60とは言わないけど、やっぱある程度のタイヤのハイトって必要ですよね。ちょっとこう邪魔だな。面白い面白い面白いブレーキ踏む、抜いてアクセルオン、あ大丈夫か、ここでも。でこの戻るとこ難しいんですよね、ここね、こういう風にね、はいはいはいね、って感じですよね。スピンしてみましょうか。ね、フルブレーキで完全停止まで待つと。今パイロン目の前ですからね、ブレーキさえ踏んどけばどっか飛んでいくってこともないです。だから初心者本当おすすめですよね、初心者入門者は。まあ今回アメレンですけど、このジムカーナ上を使う傾向超おすすめですよね。よし OK だべ。ちょっとパイロン位置動かして開始しましょう。ではまた。